御蔵会が行っている日本文化体験教室についてご紹介いたします。まずは御蔵会の活動内容をご紹介します。御蔵会は多くの外国人の方々に日本文化を知っていただくため、日本文化の体験教室やホームステイの受け入れ、出版物の発行、通訳の育成など様々な活動を行っています。御蔵会では様々な活動の中でも体験教室に力を入れており、茶道、書道、武道、折り紙の4種類の体験教室をご用意しております。外国人の方々に気軽に楽しんでいただけるように、日本語だけでなく英語や中国語、韓国語などでも教室を行っています。茶道は茶の湯とも呼ばれ、伝統的な作法で立てた抹茶を客人に振る舞いもてなします。茶室で抹茶と和菓子を召し上がりいただきます。書道は筆と墨を用いて文字を書く日本の伝統文化です。お好きな文字を半紙に清書していただきます。日本の武道には柔道、剣道、合気道、空手道など様々な種類があります。武道の中でも空手道を体験していただき、武道を知るきっかけにしていただければと思います。折り紙は1枚の紙を使って手軽にできる日本の伝統的な遊びです。鶴や風船、手裏剣、飛行機などお好きなものを2つ作っていただきます。折り紙がどんな遊びなのかビデオで確認してみましょう。体験教室の料金については次の通りです。20名様以上の団体でお申し込みの場合は団体割引料金にてご利用いただけます。体験教室はお電話またはメールにてお申し込みください。見学も随時行っていますので、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。